い、本日はですね、新が、学生新社会人にアドバイスでございます。何それアドバイスのコーナーですよ。そんなコーナーあんの？ありますよ。まあまあ4月ですからね。そう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 、ね、うん、もう新しく学校だとか会社だとか、はい、年度も切り替わりまして、新年度、そうです、大勢ねいらっしゃると思いますけれども、新しい環境に入ってこう馴染めない人がね、うん、いるかもしれないと。そうそうそう、うん、だからそれに対してね、まあ、先生、まあ、もう先輩大先輩ですからもう社会のもう人生リタイアしてるからね。いやいやしてないでしょ。いやいやいや、いやだからそのね、まあ、学生だとかあの社会人に対して、まあ、アドバイスをしていただける。何のアドバイス？まあまあその学校とか会社にこう馴染めるようにとか、あ、馴染む、あと、はい、友達作れるようにとか。なるほどなるほど。っていうのを、そうね、先生特にそのなんていうか意識してというか、俺ほら気が弱いじゃん。だから引っ込み思案で何も言えないでしょ。いやいやいや、まあ、真逆でしょ。いやすっげえ苦労するんだよね、お友達作るのね。いやいや先生なんて大得意でしょ、そんな。いやいやいや、もうね、俺電車の中で見ず知らずの隣の人と ね10年の危機のごとく語るってやつでね、本当に、ね、いや、なんだいきなりもう、いや、なんか先生からだとなんかアドバイスあるんじゃないですか。そうね、いやでもあのね、やっぱりこう見え張るとか、うん、無理に作るのはやめた方がいい。あー、なるほどね。まあ、特に学生さんなんかそうなんだけど、新年度デビューみたいな感じでね、うんうんうん、特にまあほら中学から高校とかさ、うん、こう変わるじゃない、はいはい、そうすると昔のネクラな俺とおさらばで、高校生デビューだから、全く違うイメージで行こうみたいな感じで、いるでしょうね、なんか無理して作るやついるわけよ。なるほど。でさ、絶対一発目でこけんだよ。でさ、ものすごい空回りしてさ、逆に烙印をされちゃったりするわけよね。あ、無理強いは良くないかもしれないですね。それは大人はそういうね、ようなことしないけど、似たようなこととしてやっぱりなんか気負いがあったりね、うん、特に今回のこのなんだろう、友達を作らなきゃとか、うん、馴染まなきゃとか、うん、そういうその義務感はね、良くないと思う、うん、そっか、なるほどね。まあ、俺の考えなんだけども、うん、あのね、やっぱり自然体でいるべきよ。あのね、できるときはできる。まあね、いや、わかりますけど、でもそれでもなんていうかね、やっぱり友達作るのは苦手だとか、声かけるのが苦手っていう人も中にはやっぱいると思うんですよ。でも、うん、やっぱ友達作りたいというかね、楽しい学校生活にしたいっていうので。じゃあ長谷川さんどうするそれ。いやー、だから僕はやっぱね、もうまあ話しかけるしかないかなと思いますけど、確かに先生の言うね、無理するのは良くないですね。そうそうそう、無理は結局メッキなんて剥がれるじゃないですか。すぐ剥がれる、バレる、すぐバレる、すぐバレる、ね、まあ確かにその明るくないのに明るく振る舞って会っててもあれこいつ違うんじゃねってね、なられた日にはね。そうなんだよ、自然に話しかけるというか、あのね、そう、自然が一番、自然ですね、一番だよね。でそれで、でもね、やっぱり大前提として作らなきゃいけないっていうね、それも自然じゃないのよ。そっかそっか、なるほどね。別にその人間嫌いで引きこもってる人はないんだけども、淡々とそこにいてね、それで縁がありゃできるものなんだから。そうですね、無理してね作ってね、結局鬱陶しいってなるんだったら、話しかけるっていうのもさ、はい、やっぱり話、コミュニケーションって両方の問題だから、うん、こっちがこう近づきになりたいよって言って一生懸命話しかけてもさ、向こうに本来その気がなければ、うん、もう何言ったって全部シャットアウトされるでしょ。まあね、一生懸命さ、俺が長谷川さんにこうやって振っても振っても振っても全部叩き落とされてさ、会話が成立してないじゃない。あ、そうなんですか。自分で気づいてませんでしたよ。いつも俺は、ね、泣いてるんだけどもさ、そんなわけないですよ。だからそもそもその関心を持たれるかどうかっていうのは、まあ言ってみれば個人の魅力みたいなもんでしょう。あ、はいはいはい、で魅力はやっぱりね、中から出るもんじゃないとダメだと思いますよ。あ、なるほどね、付け焼きは無理だと思う。無理やり